日本ダービースペシャル後編。まずはテレビ東京杯青葉賞馬スキルビングに騎乗するルメール騎手だ。スキルビングで青葉賞を勝ちましたけども、はい、あれはあの我々のテレビ東京ウイニング競馬という番組がスポンサーが我々なんですよ、はい、ありがとうございます、まあ、ありがとうございますってことはないですけど、はい、なかなか強かったんじゃないかという気がしますが、うん、そうですね、まあ、彼もあのエクイノックスと一緒、はい、北サンブラックの子ですね、はい、あのレッスンごとに強くなります。だから、まあ、前走、まあ、いい優勝したうん、でも多分ダービーの時はもともと強いと思います。まあ、我々のスポンサーのレースで勝ったということでより距離が縮まったんじゃないですかね。そう、仲良しもう仲良しです。あ、もう仲良しです。もっと仲良し。そう、もっと仲良し、はい、続いてはわずか3戦のキャリアで皐月賞を制したソウルオリエンスについて管理する手塚隆久調教師を徹底取材だ。おそらく一番人気になるであろう皐月賞馬のソウルオリエンスを送り出すわけですが、これワクワク感とドキドキ感とどちらなのだろうと。まあ、今のところワクワク感の方がいいかな。大きいですか。いいかなと思います。これ逃せないっていうプレッシャーというか、あ、そんなに意識しないようにはしてますけどね。意識してるのかな、分かんないなあの、そしてあの前走の皐月賞を改めて振り返っていただきたいんですけども、うん、まあ、そうですね、あの、はい、一枠一番引いた時から、はい、まあ、ダメだこれやって思ったんですけどまあそうは言ってもそうは言ってもね、あのレースなんで頑張ってほしいなとは思ってました。まあ、たけし君とはこう馬場が悪かったんでどっかで外に出すタイミングがあったらいいなっていう話はそこだけは知ってたんですけど、まあ展開も確かにはまったなとは思いますけども、まあそれにしてもインパクトのある強い勝ち方だったなとは思います。とにかくすごい走りでしたが、まだね、言ってもキャリア参戦ですから。そうなんですよ。実はまだ伸びしろが今回のメンバーで一番あるんじゃないかということも、うん、かなりあると思います、はい、体調面もアップしているようなのが体つきだとか息遣いからでも、まあ、見て取れるんでね。まあ、二十数年調教師やってますけど4戦目でこういう雰囲気のになる子っていうのはなかなかないんでね、まあ、ちょっと違うのかなとは思います。うん、まあ、ローテーションもやっぱりダービーを見据えたローテーションでしたしね。うん、そうですね、まさにその通りで、その中で皐月賞をしっかり勝ち切ったっていうことはダービーに向けて皐月賞以上のパフォーマンスができるんじゃないかなというふうには思いますけども、はい、あとあのソウルオリエンスのレースぶりを見ているとあの距離延長も大丈夫そうですし、うん、東京に変わるのもプラスな感じがありますし、うん、不安要素が見当たらないなという結論に。ああ、まあ、は手塚厩舎ですねいやいや、まあ、それは一流厩舎ですよそんなことはないですよ。そんなことはないですね、はい、まあ、まあ冗談ですけど、はいはい、やっぱりこうレースなんでね、はい、そのいろんなアクシデントがあると思うんで、まあ、できるだけそういうのがなければいいなっていうのが一番考えるところです、はい、今のところ、うん、そうですね、うん、皆さんのファンの方々のねこう応援と後押しがあればいい結果が出るんじゃないかなと思いますんで応援していただければと思います。はい、ありがとうございます。あの我らが大久保先生もね、そうですか、はい、やはり関東馬から日本ダービー勝馬が出てほしいと期待していると思いますので、はい、大久保先生頑張ります。ありがとうございます。